今日の授業を始めていこう。1時間目の授業は家庭科だ。わ、みんな集まってるね。それでは今日は一人一個料理を作ってもらうからね。料理、僕の得意分野で、科学の力を借りれば料理なんて簡単です。それではみんな、後ろにキッチンがあるから、あそこにあるものは自由に使っていいからね。食べるのが好きという人はチャンネル登録と高評価よろしく。よっしゃ、それじゃあまずは俺から行かせてもらうぜ。俺が作る料理は、俺がこの世で最も好きなミルクを作ればいいんだ。よし、そうなれば牛さんの元へレッツゴーだ。確かこのボタンを押せば、お牛さんが出てきたぜ。あとは牛さんからミルクを取るだけだ。だあ、うめえ。じゃなかった、今日はすまない先生にこれを渡さねえといけねえからな。よし、特製の取り立てのミルクだ。すまない先生、俺の渾身の料理、取れたてのミルクだ。うん、おいしいけど料理じゃないから点数としては10点。ええー、そんな、あれは料理とは言えないな。じゃあまあ次は俺が行かせてもらうぞ。俺が作っていく料理は、そうだな、確かすまない先生はステーキが好きだったよな。いいこと思いついたぜ。ちょうどさっきミスター赤ちゃんがそこに牛を召喚していたよな。この牛の肉を使ってステーキを作るぜ。悪いな、俺の肉となってもらう。よし、牛さんの肉をゲットしたぜ。しかも3個。あとはこいつを適当に焼けばステーキの完成だ。だが俺は大の辛いもの好きでな、ただ焼いただけじゃ満足はできねえ。さてこん中にスキレットがあって、こいつを使って牛さんの肉を焼いてくぜ。よし、フライパンの上に見事に乗ってんじゃねえか。さあそろそろだ、できたぜ、ステーキの完成だ。だがな、これじゃまだ味が何もついてねえ。だから今から俺が大好きな、あった、唐辛子の粉を大量に振りかけるぞ。さあこれだけ唐辛子を振りかけりゃステーキもかなりうまくなんだろ。よし、完成だ、激辛ステーキのな。さてすまない先生に提出するか。よし、すまない先生、激辛ステーキの完成です。ちょっと匂いやばいな。まあ、いいや、いただきます。辛い。点数20点。で、20点だと。兄貴、お前の味覚どうなってんだ。よし、じゃあつうわけで次は俺が行かしてもらうぜ。まあ兄貴はとんでもねえもん作ったからな。俺は何を作るかというと、そうだな、俺の大好物のアイスを作ってくぜ。俺が作った冷凍庫はここだよな。ナイフとツルハシを取り出して、あったあった、キンキンに冷えた氷とキンキンに冷えたこのスイカを取ってくぜ。さあまずは氷を取って、ナイフを使ってスイカを取ってくぜ。まあ今回作るアイスはスイカバーだ、みんな好きだろ。よし、これで氷を取って素材は集め終わったぜ。あとはキッチンに戻ってアイスを作るだけだ。まあすまない先生はさっき辛いもん食ったからな、アイスで口直しさせてやんねえと。さてこの木の棒を取り出してと、あとはクラフト画面で、そうだな、木の棒、氷、そしてスイカを4つ並べて、よし完成だ、スイカバー、俺が食いたくなっちゃうぜ。ってダメダメ、今回は振る舞うんだった。よし、ここを出て、すまない先生、完成しました、特製スイカバーです、食べてください。あ、これはうまそうだ、いただきます。うまい、70点。よっしゃ、まあそこそこの点数だな。ほう、少しはマシなものを作るではないか。よっしゃ、次は俺が作ってくぜ。今回作るのはベーコンサンドだ。で、すまない先生は日頃疲れてるからな。つうわけで野菜は取りたてのものを使ってくぜ、新鮮な方が体にいいからな。よし、じゃあこの中にあるトマトの種とコップを持って、まずはトマトを植えてくぜ。ベーコンサンドにはトマトが欠かさねえからな。よし、全部のトマトを植えたぜ。そうしたらコップを使って、よし、こうやってトマトを急速に育てていくぜ。お、何個かトマトできてんじゃねえか。これだけ新鮮なトマトがありゃ出来上がる料理もうまいに違いねえ。よし、取れたてのトマトを回収して12個ゲット、これだけあれば十分だ。じゃあ次はベーコンサンドには欠かせねえキャベツを作っていくぜ。キャベツの種を植えて、このキャベツの種も
骨粉で即成長させてくぜ。よし、種まき完了。じゃ、骨粉を使って、お、お、すげえ、めちゃくちゃ新鮮なキャベツが育ってんじゃねえか。こいつはうまそうだ。ベーコンサンド、間違いなくいいものができるな。よし、キャベツ畑完成。じゃあ新鮮なキャベツ全部取ってくぜ。よっしゃ、お、うまそう。このキャベツでベーコンサンド作ったら絶対うまいぜ。さてと、キャベツは36個、十分すぎるぐらいゲットしたな。あとはキッチンに戻ってベーコンを作るだけだ。と、その前にベーコンサンドを作るためにはパティが必要だからな。小麦を取ってパンを作らねえと。さ、あとはキッチンに戻って最後の仕上げをしねえとな。じゃあまずはクラフトで俵を小麦に分解して小麦でパンを作るぜ。よっと、パン完成。お次は倉庫に入ってる今回の主役ベーコンだ。このベーコンをかまどで焼いてと。お、いい匂いがしてきた。さ、これでベーコンの完成。うまそうだ。あとはパンの中にベーコン、キャベツ、トマトを挟んで、よし、完成だ。ベーコンサンド、うまそう。でも今回はすまない先生に食ってもらわねえとな。よし、こっから出てと。すまない先生、完成しました。取れたて野菜のベーコンサンドです。これはうまそうだ。いただきます。うまい。90点。よっしゃ、90点は高得点だぜ。ミスター銀さんもなかなかに料理がうまいですね。少しはできるようだが、俺が手本というものを見せてやる。はぁ、では、この俺が超黄金の料理を作ってやるとするか。では、まずは食材の調達だ。食材を調達するために俺はネザーへと行く。さて、火打ちしてネザーへの扉が開いた。あとは金のヘルメットをつければ完璧だ。さあ到着だ。いたな、俺の部下よ。お待ちしておりました、ミスターマネー様。ご苦労、いいものは揃えてきたか。では俺がチェックしてやる。さあ、金のインゴットでお前は何を俺にくれるのだ。できれば金のエンチャントリンゴとかくれたらありがたいのだが。さあどうだ、お前は何を仕入れて。さすがだ、金のリンゴ30個。やはりお前はできる部下だ。では、また来る。はあ、お目当てのエンチャントの金リンゴは手に入れた。あとは回収してきたこの金のインゴットを使ってきらめくスイカと金の人参を作るだけだ。では、金のインゴットを金塊に分解して人参とスイカを取り出す。そしてスイカの周りに金塊を並べてきらめくスイカの完成。そして人参の周りに金塊を置いて金の人参の完成だ。はあ、どうだ、金リンゴ、金のスイカ、そして金の人参、この三種の神器が揃えば誰であろうとうなるに違いない。では、俺の黄金の料理とくと食べてみるがいい。普通にうまそうだな。いただきます。うまい。80点。これがお金の力だ。あいつ料理してねえじゃねえか。ミスター赤ちゃん、お前もしてなかったぞ。さて、次は僕の番か。料理は得意科目だからな、絶対に落とすことはならない。さて、今回は3品作ろう。まずはそうだ、お米を作るか。まずはコンロの上に鍋を置く。そしてこの中に米と皿を入れる。そうすれば勝手に米が炊き上がる。よし、できた。まずは1品目、ご飯の完成だ。炊きたてだからうまいに違いない。それじゃあ2品目はサラダを作っていくとしよう。ひとまずツルハシと斧を取っていく。トマト、キャベツ、そしてビートルート、この3つが必要だ。あとはクラフト画面でトマトの箱を分解し、トマト、キャベツ、そしてビートルート、あとはボウルに野菜を乗っけていく。トマト、ビートルート、キャベツ、そして玉ねぎ。よし、ミックスサラダの完成だ。2品目も完成。あとはメインのローストチキンを作っていこう。それじゃ人参を回収する。そしてローストチキンを作るためにはジャガイモとパンが必要だから両方回収する。さ、俵を分解して小麦にする。そして小麦でパンを作る。さらに鶏肉をかまどで焼いていく。これで焼き鳥の完成。するとジャガイモも焼いて
ベイクドポテトを作る。そろそろ完成だな。よし、ベイクドポテトが完成した。あとは盛り付けるだけだ。ベイクドポテト、人参、玉ねぎ、そして卵、焼き鳥、パン、そしてボールを入れれば、これでローストチキンの完成だ。ご飯と野菜とローストチキン、この3品があればまあ満足しないことはないだろう。それじゃあ試食してもらうか。すまない先生、料理ができました。ご飯、ミックスサラダ、そしてローストチキンです。ちょっとレベル高すぎない？いただきます。うまい。120点。さすがミスターバナナ、格が違うぜ。あいつ料理うますぎだろ。さて、最後は私の番ですね。ま、昨日ネットで調べてきたので大丈夫でしょう。とっておきの料理を作ります。私が今回作るのは鍋料理を作っていきます。ま、名称はわからないのですが、とにかくいろんな素材をぶち込めばいいと書いていたので、この鍋では小さすぎますね。なので特殊なこの大きなマグマの鍋を使いましょう。それではまず、そうですね、お肉をカットしていきましょう。ここにまな板をセットします。そして肉を包丁でカットしていきます。よっと、これでいい感じに切り身になっていますね。さあ、どんどん切っていきましょう。これで OK です。ま、鍋料理なので適当にぶち込んでいきますか。さあ、肉をすべて透過していきます。いい匂いがしますね。さあ、続いては健康にいいと噂されているキノコ類を入れていきましょう。栄養がありそうな感じがします。さあ、このキノコもすべてぶち込みましょう。5種類のキノコ、そして仕上げにウィザーローズを入れるといいと書いてあったので入れていきましょう。では続いてはいろいろと甘いものを入れていきましょう。蜂蜜にクッキーにいろいろありますね。これはとんでもなく美味しいものが出来上がる予感がします。リンゴ、蜂蜜、リンゴ、スイートベリー、金の人参、スイカ、クッキー、スイカ、砂糖、これはいい匂いがしますね。で、最後は隠し味です。隠し味にドラゴンの頭を入れるとかなり美味しくなるんだとか。早速試してみましょう。では、ドラゴンの頭、投入。これでしばらく待っていきましょう。さ、出来上がったみたいですね。では、中身をチェックしていきましょう。何でしょうか。頭の骨のようなものが残りました。エンダードラゴンの骨でしょうか。ま、旨味が凝縮されていると思うのできっと美味しい骨に違いありません。ま、鍋を作ったつもりだったんですが骨ができちゃいましたね。ま、一応出してみますか。すまない先生、完成しました。これが私の骨です。なんか変な匂いするけど大丈夫？これ自信作なので騙されたと思って食べてみてください。わかった、いただきます。まずすぎる。ミスターブラックは料理が下手なんだな。キノコを入れすぎたのが失敗だったんですかね。